はい。皆さん、こんにちは。今日からちょっとしばらくはやっていなかった iPad の解説動画。これにも挑戦することにします。もう7、8年も経つような古い iPad を使ってたんですけれども、今回中古ですけれども、M2 の iPad Pro をゲットしたので、今まであまりサクサク動かなかったようなソフトを入れて、 より便利に使おうという感じに思いまして勉強も兼ねてですね皆さんにお伝えしていきたいそんな風に思っています今回第1弾は good notes これをやりたいと思います今バージョンは6ということになっています画面に出しましたようにこのアプリの価格というのは年払いのサブスク契約をすると 円でパソコン用のソフトとも共通で使えるようになります。買い切りというのもありましてそれであれば3280円から4080円と条件によって価格が違ったりするんですけれどもこちらの方は iOS のみになっているんですけれどもサブスク嫌いの村長ですので買い切りで iPad だけで使っていこう。 そんな風に思いました。まあ何せノートソフトですので PC で使う必要もなくそして iPad はそばにありますので2台の iPad で使えば便利に使えるだろうそんな感じに思っていますこのアプリをインストールして初めて立ち上げたらこんな画面になりますこのように書類を 新規に作ったり、今まで作ったノートを開いたりというようなことができるようになっています。通常はここで新規というのを開きまして、通常はノート、これを開きます。すると新規ノートということで、名前などを聞いてきますので、名前を打ってみましょう。 今はテストという,ふうにしておきます。言語は日本語そしてサイズですけれども縦向き横向きなどをここで選ぶようにできます横向きにしたい時はこのようにしてグッズノーツ標準を選ぶと iPad のサイズに比例したような大きさのノートが作れます 印刷物を作ったりするような時は A4 とか A3 とかそういう形で作る方がいいと思いますそうしましてページは白紙なのかちょっとイエローがかった感じなのかというのをここで選ぶことができます真っ白にしてみましょうそして下の方は乾電な白紙なのか方眼紙なのかというようなことが選べますまた 音楽の五線詞。そういうのもできるようになっています。ちょっと五線詞を開いてみましょう。このような五線詞が出てきますので、ここで楽譜を書くこともできます。こんな形でできますね。ちょっと話を戻します。今日は説明用のプレゼンテーションを作っています。 今お話ししましたように軌道の画面とホームはあんな感じです今日はとっても細かく詳しくというのはやりません語り出したら僕の想定では1時間半ぐらいかかりますそうではなくって重要なポイントそこに絞ってメモを取っていくのに最低限必要でまたこれは覚えておいたら便利かな そんなようなお話で進めたいと思います。まずはペンツールです。ペンツールには今真ん中に書いてますように万年筆ボールペン、筆ペンというような感じで若干特徴を持った字が書けるようになっています。最後の赤の筆らしくと書いたようにですね、ちょっと筆は筆のように太かったり細かったりしています。でも これらを変えるときはペンのツールをクリックするとこのように出てきまして万年筆、筆ボールペペン、筆ペンといいう風になっています。ここらは好きに変えていけばいいですけれども基本は万年筆で書いていけばいいと思います。ペンはこのようにして、 絵を描くというような文字を描くこともできますしもちろんペンの太さを少し変えましてイラストを描くこともできますこのようにして太さとそしてカラーが自由に選べますのでこのようにカラーを選んで描くことができます このようにしてノートを取っていきます。次は消しゴムの話をします。二つ目のツールです。消しゴムには三つの機能があります。正確な消しゴム、普通の消しゴム、ストローク消しゴム。このように三つがあるんですけれども、そこにプラス蛍光ペンの実を消去というのがあります。普通の消しゴムというのは、 どのようになるかと言いますとこのようになぞったところを部分的に消していくことができるようになっていますストローク消しゴムというのもありますこれをするともっと手早く簡単に消すことができます大雑把に消すということができるわけです今度は、 蛍光ペンのみを消去という便利な機能があります。これをすると、このように蛍光ペンを引いてあるものでも、蛍光ペンだけをこのように消すことができます。ただし、これではいちいち変えないといけないですので、これは普通にしておいて、ちょっと一つ戻します。一つ戻すときは3本指で、左の方に スワイプすると一つ戻すことができます。このように戻りましたら消しゴムのツールでトンとバックだけを押すと消すこともできます。もう一回やります。はい。こんなような消し方ができますのでわざわざマーカーペンだけというのにするといちいちやり直さないといけないので この方法でもいいと思います。次行きます。次はマーカーペンです。マーカーペンを自由に引くときは、これで、こんな感じで自由に引くこともできます。そしてここでは直線で引くというのにチェックが入っています。今のようにかなりランダムに引くと、それはそれでできるんですけれども、 今の直線で引くというのになっていたら、ちょっとぐらい歪んでもまっすぐになってくれます。このようにまっすぐの線が描けるようになっています。今度は角度をきっちりした形で引きたいような時は、物差しで引くというのですけれども、物差しというのがここで出てきます。このように出ました。これで 角度を決めます。両手で回転さすこともできます。そしてこれに綺麗に平行に並べます。そうしましてペンを引くとこれに合わせてうまく引けるようになります。こんな形でいろんな引き方がありますし、この物差しは他でも定規を当てて綺麗に書きたい時にいろいろ使えます。次は 簡単な図形を書くというモードにします。正式にはシェイプツールと言います。三角や丸、そして楕円、そういうものもうまく書けるようになっています。ここで三角を書いてみましょう。ペン自身はガタ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 震えてるんですけれども、綺麗な 三角もしくは四角、丸などが書けます。うまく書けますよね。そして真ん中あたりに三本指のことを説明しています。三本指でもう一度画面を左にスワイプすると一つ消せます。それを戻すときは今度は右です。はい。このようにして 取り消したりすることができるようになっていますが、画面の左上のところ、ここにもやり直しとかボタンがありますので、これを使ってもいいです。はい。このようにして取り消しや戻すという動作をやってください。次は選択などの投げはツールです。投げはツールは図形を 囲んでその後どうするかというような動作をするときに使えるツールです。例えば、この投げはツールと書いた四角い囲みと文字というのをこのように選択できます。はい、このように選択しておいて、移動というのがこのようにできますし、これをちょっと長押しするとですね、コピーをして、 そしてまた別のところでペーストこのようにしてコピーペーストもできるようになっていますこの投げはツールはきれいに囲まないといけないわけではなくて部分だけこんな感じで囲むだけで三角全部を動かすことができます次に文字に変換 ということもできるようになっています。このように囲みます。そうしまして、押し込むと、右の方に変換という、こういうボタンがあります。これを選択します。すると、テキストにですかということを聞いてきますので、テキストを選びます。すると、このように候補が出てきます。ここでもし AI が間違っていたりしたら、 打ち直しもできます。そしてここで変換を押します。するとタイプをしたような綺麗な文字になってくれる。この後からはこのテキストをフォントを変えたりというのは後に説明するテキストツール。これでこのように選択をしておくと文字の大きさ、これらを このように変えたり、もちろんこうやって大きさを変えたりとか、フォントですね。フォントをこのようにして選ぶということができます。この書体に変という字は登録されていないフリーなフォントですので、漢字、ディスコードを全部網羅しているわけではないわけです。ちょっと 全く違う書体を選んでみましょう。ひらぎの丸ゴシック。これで4つの文字が統一されました。次にコレクションという機能を説明します。コレクションという真ん中に星があるようなボタンを押すと、このようなイラストカットが出てきます。いろんなものがあります。それを選ぶと、はい。 このようにできて、そしてサイズや角度も自由自在です。また、このように村長ミュージックスタジオという風になっていますが、自分が作ったものを登録したりすることができます。これ、今文字が赤ですけれども、この文字をちょっと色を変えてみましょう。はい、これで選択して、文字の色は上の方で変えることができます。 今度は黒にします。こうして作ったロゴタイプのようなものを登録しておくことができままます。す、ま。ずはこのロゴを選選択択しし囲みも含めて選択します。そうしましたらここでいろんなメニューがありますが「要素を追加」というのを選びます。 すると、このような画面が出てきまして、タイトルというところに追加したいと思います。そうしますと、次以降ですね、このコレクションを選択すると、ここにロゴタイプが登録されています。これをクリックします。すると、このように自分のロゴをいつでも出してくることができるようになるわけです。次はとっても簡単です。 写真やファイルを入れたいときです。ここを押すと、どの写真を入れたいですかというようなことが出てきますので、これを選択します。写真からでも、アルバムからでも選択することができます。それでは、これを選択します。このように出てきました。ちょっと大きすぎますので、小さくします。 このように図形や写真をファイルから選ぶことができるようになるわけです。これはパソコンや iPad を使っている限り、普段からやっていることだと思います。次はテキストです。テキストは何もないところで、ペンシルを押すと、そこに文字が書けるようになります。そして、このように、 文字を書きます。文字はダブルタップすると選択できますので、サイズをこのようにして変えることができます。領域が狭いですので、このように縦文字になってしまいました。その時はこのように広げることができます。もちろんここで色、これらを変えることができます。次は拡大編集。 物差しプレゼンテーション。この三つを一緒にお話しします。拡大編集というのは、これを押すと、ある部分を指定して、大きく編集することができます。この拡大機能を使えば、微妙なところに字を書いたりというようなこともできるようになっています。こんな風に小さな文字を書いたり、 ということができるようになります。バッテンで閉じます。大きく見るとこういうことですね。そして次が物差しツールです。これを使うと図形とかが書きやすくなります。こうして直線などを書いていくと このように書けますので地図なんかを書いたりするときにも便利かもしれません最後に書いたプレゼンテーションというのはこれを選択しておくとその右にこんなようなレーダーポインターというのが出てきますこうすると赤のレーダーポイントが出ています ちょっとこれでは僕の手が邪魔になって見えぬくいかもわかりませんので画面を切り替えます編集の周のところを指しているのがわかるでしょうかこういう感じでレーダーポイントが使えるようになりますその横のツールはもう少しわかりやすいツールですこの拡大が大事だよとかですねプレゼンテーションのお話をします とか言っってて1秒ぐらいだけ残ってくれます説明をしたりする時に分かりやすいようなツールとしてプレゼンンテーーション用のツールがあるわけです長くなりましたがまだまだ人に解説するほどうまく使いこなせていないんですが新しい iPad で使ってみた感じでメモを取るのにとっても便利だな というふうに思いましたので、皆さんと共有しようと思って説明をしてみました。そして保存なんですけれども、これは保存という概念がなく、いつも保存をしてくれています。保存をしてなくて iPad が壊れたりしたというような時は困りますよね。いわゆるバックアップの方法というのは、このホーム画面のところから右上の設定を選択します。 そうしまして、クラウドバックアップというのがあります。それを選ぶと、自動バックアップというのが選べるようになっています。最初は iCloud がオンになっています。まあ、これでもいいんですけど、僕は Google のクラウドを使おうと思います。自動バックアップ、これをオンにします。そうしまして、クラウドストレージが今はドロップボックスになっています。 これを Google ドライブに変えたりすることができます。そして Google にサイン,インします。ここで許可をします。このようにすれば Google ドライブに保存をしてくれるようになるのはいいんですけれども、どんなファイルのフォーマットをするかで、ここで PDF となっています。この PDF のままであったらですね、 もし壊れて戻したとしても編集をやり直したりすることができません。ですからこれは変更しましょう。ここで good note これを選択します。このようにしておけばもし万が一のことがあってもバックアップが取れているということになります。いかがでしたでしょうか今日は新しく俯瞰カメラも設置し直したりしてやってみました。 まだまだ Apple Pencil を使いながら説明するのが慣れていないので、おぼつかない解説だったかもわかりませんけれども、皆さん、これから iPad とノートアプリ、これらをうまく使って覚え書きなどを充実させていきましょう。それでは、またねー。